すべて同じ種を見なされていましたが、長年にわたる観察や最新の研究により、生活様式や体の大きさが異なるいくつかのグループがそれぞれに分かれて生活していることが分かってきました。海洋生態系最強の化石という表現は決まり方で使われています。しかし飼育下では好奇心旺盛で人懐っこく心も